明けましておめでとうございます。1月2日川越ののぼです。いただいた年賀状のまだ出していなかった方からのそれのお返しを川越の本局まで出しに今歩いています。例年だと初モードで渋滞しているこの道もこれぐらいの交通量です。北院を経由して本局まで行きます。今年のだるま市は中止です。北院参拝の方はアグレッシュ、市役所、有料駐車場、オアシスの駐車場を利用してくださいっていう捨て看板があります。ようやく渋滞、ナンバーを見てみると大半は川越で、あと所沢、ポロポロ越谷とか神戸とか入ってます。北院の境内、入り口はこんなです。境内はこんなです。例年は大変なことになっているんですが、この程度はやはり人は来ます。まあこれぐらいが限度なんですかね。私は奥に行かずに成田さんに行ってみます。入り口と出口は分けてるようです。成田さん別院、これぐらいの人出です。北院より少ないかな。こっちのが穏やかかな。ごまはこんな感じです。川越郵便局着きました。ポストに入れるぞ。よいしょ。ん？年賀郵便局は表示のある差し出し口にお出しください。中かな、行ってみよう。これだ、ここに入れるみたいです。私もよろしくお願いします。感染予防でお家に帰ります。いつもの通りです。さっきより列がちょっと伸びたかな。大宮、所沢、川越、そんな感じですかね。多摩がいた。基本近隣の方々がちょっと来てるようです。裏道は閑散としている川越正月2日でした。来年は賑わうといいな。